クモン。今日は何だっけ、スウェーデンに行くやん。アローントリップ、レッツゴみたいな本当の話で、なんとよ、俺初スウェーデン今日一人旅、電車キャンセルなっとっちゃう、橋が使えんげな。これってなんか運がいいのか悪いのか、俺見えんと思うけどね、まあ、こういう掲示板で、まあ、キャンセルなっとっちゃう、まあ、キャンセルがやと、まあ笑えるわ。じゃあね、とりあえず終わり、てんてん。まあ、せっかくやけんさ、駅一周して終わろう。だって短いやん、俺のスウェーデン一人旅、電車キャンセルやん。もうとりあえず人いっぱいおるけん。まあ、マクドナルドね。朝マクドは多分、朝マクドメニューとかないっちゃろうね。見えんもんね。メガマフィンっていうか。セブンイレブンだった。もうここ裏路地の駅の裏へ。やべえ、あ、マックバーガーで今日。ここはね、まあ、とりあえずサービス。多分チケットキャンセルの。やばいやん。今コロナがまた流行っとうけんね、気をつけないと。やばい、銀座です。あの電車のゲームや、前ここあったっちゃうね。まあとりあえずあれやね、俺のスウェーデンがなくなったね。来週行けるかもしれんけど、来週俺も用事があるかもしれんけど、たまらんね。優勝。マジで。え、動物園に行こうかな、これから。うつぶれ。あ、至るところにある。うつぶれ。何この家族。修学旅行や。やべやべ、俺の聞いたことが。いや、一周歩くのいいね、これ。おいしいパン買ってね。セブンイレブン何があるとかね。
か3つぐらい、この狭い駅の中に。東函館小学校の運動場と同じぐらいの、いや、もっと狭いね。もっと狭い感覚で、セビエルク3つぐらい。あ、デンマークの旗つきはない。まあ、ここで終わりにしようや。じゃあね。じゃあね、みんな。デンマークの米国が出てくるから。じゃあね。